なんでしょう。これです。お、ピントあった。お、はい、これは。それがあった時にいい発声であるというこの。この番組は。今日のスポンサーでしょうな。プロプレスボス。はい、どうも皆さんこんにちは。マイスクリーム講師のデスノ兄様本でございます。さあ、今絶賛ですね、九州大学のミックスボイススペシャリスト専門家のリー先生とですね、私マホンコラボさせていただいているんでございますけれども、今日はその多分3つ目になるのかなだと思うんですけれども、これまたですね、またこうミックスボイス習得に大きなこう一歩を踏み込めるような大変貴重な内容、エッセンスが詰め込まれた動画になっておりますので、ぜひ今日も最後までご覧いただきたいと思います。という感じでこのチャンネルでは発声関係のお話、音楽関係の話、日々しておりますので、ぜひまだチャンネル登録お済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと、これからご登場いただくリー先生と私、こう、ツイッターね、やっておりますので、こっちもいろいろね、発声のお話なんかもしてたりするので、ぜひフォローよろしくお願いします。というわけで、今日もね、皆さんをミックスボイスの世界に誘いたいと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。まあ、僕じゃないけど、先生がね。OK です。OK です。OK です。はい。はい、皆さんどうも、こんにちは。マイスクリーム講師のデスのお兄さん、マホンと。はい。準レギュラーの。リーと申しますよ。はい、リー先生よろしくお願いします。はい、今日もリー先生をですね、ゲストにお迎えしての動画なんですけど、先生自己紹介というか、はい、多分初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれないので、お願いします。すみません。皆さんこんにちは。はい、九州大学で、はい、耳鼻咽喉科と歌唱研究をしています。はい、リーと申します。よろしくお願いします。リー先生です。ありがとうございます。さっきもお話したんですけど、まあ、何本か動画出ていただいてるじゃないですか。はい、で、多分これの1個前に多分この先生とのコラボの動画では上がってると思うんですが、はい、1年前の方のコラボの方で、はい、そのミックスボイスの出し方というか、はい、動画でお話しいただいたじゃないですか。そうでしたね。そう。で、その時の、まあ、声の倍音が大事ですよっていうところ、基礎となるような声の出し方。土台の話してもらって。で、それのまあ、じゃあどうやってそれ出すのかなみたいなところで、はい、まあ皆さん、そして僕、気になってたところで、その方法の一つとして、リップロールを紹介してもらったんですよ。そう、リップトリルね。リップトリルを紹介してもらったんですが、うん、そのね、動画の最後でちょっとこう、匂わせていたんですけども、なんかもう一個あるっていう。もう一個。欲しがりますか。そう、もう出してもらえるなら、うん、もらえるもんもらっとこう精神っていう。まあ、ちょっとね、前回の動画でも言ったんですけれども、はい、一つの主義に固執するのは良くないから。お、そうなんですね。いっぱいあるんですって。いろいろあるし、その全てがやっぱできるようになるのがいいんだけれども、ね、まあ、一つダメだからって諦めてほしくもないし、まあ、そういう流れからするとね、もう一個、じゃあ、ちょっとね。ありがとうございます。これもいいんですか。やりましょうか。やりましょう。ありがとうございます。ぜひこの動画も最後まで皆さん、ご視聴いただければと思います。はいはい、じゃあもう早速なんですけど、はい、うん、まあ、前回のリップロールに関しては、まあ、当然前回の動画ね、うん、ご覧いただいてご参考いただきたいんですけども、はい、それに加えて今日はじゃあ、どういった方法をご紹介いただけるんでしょうか。はい、そうですね。はい、まあ、その、前回のね、リップっていうのは、はい、まあ、歌唱現場でね、まあ、よく、やられてることだし、知ってるっていう人もね、はい、いるかもしれない。やってたね、はい、経験もあるかもしれないんでね、はい、今回は、どちらかというとね、はい、この僕らの音声治療というね、科学のフィールドでよく取り入れられている方法をね、で当然これはね、ミックスの、はい、開発にも、とても有効なので、はい、気になる。で、これはですね、はい、ちょっと道具を、使うことになるので、道具を使う、それをね、お見せしましょうかね。お、なんでしょう。これです。お、ピントあった。お、はい、これは、先生、これは。これはですね、ストローです。ストローですね。これね、一回やってみたかったんですよ。美容系 YouTuber ですね。ちょっとね、こう、ピント合わせる。そうですね、テクスチャーこんな感じですっていう、くだりです。どこに出回るストローですね、これですね、まあもちろん皆さんこれ、よく見る。100円均一とかね、手に入るやつだと思うんですけど。何でもいいんですか？はい。ですね。いろいろ。これね、まあストローっていうと、まあいろいろな種類がですね、これあると思うんで、ありますね。まあ、どのストローを準備するかっていうところからまたお話しするんですけど。あら、お願いします。まあまずは何より、理屈を、まあ学んでいただきたい。ぜひ。まあ何事もね、こう理論と実践っていうのがあるので、はい、まあ理論ベースで、分かっていかなければ。それはこの前のね、動画でもお話ししたんですけれども、ね、はい、このストローを使ったトレーニングっていうのも、前回のね、このリップでお話しした、セミオクルテーボーカルトラップエクササイズ。SOVT のですね。そうですね。一種なんですよ。はいはいはい。なので、仲間の、トレーニングになるんですね。おお。で、はい、いよいよですね、皆様からですね、はい、なんなのそのセミプロフェッショナルされたの聞こえてくる。聞こえてくる。めっちゃ聞こえてくる。で、これですね、まあ、簡単にもう少しね、前回よりも、ちょっと深掘りして話すと、この、発声するときって口を開きますよね。あーっていうときってね。で、このストローを加えたりだとか、あとはリップをすることによって、このいわゆる出口が、ちょっと、妨害されることになるじゃないですか。まあ、このトリックを利用した主義なんですよ。ほうほうほう。すなわち、発声すべき、その出口に、ちょっとその、ややね、閉鎖をかけることによって、その
その口の中のですね、まあ、口の中というか喉の中というかね、この共鳴腔の特性を利用してですね、声帯の振動を整えていこうっていう、まあ、こういうですね、物理学的なというかトリックをこの使っているわけなんです。理論に基づいていらっしゃる。まあ、なので、この前もね、言った通り、ミックスボイスを使うにあたっては、いい補助輪になってくれると。そういうことですね。こいつが今回は補助輪をしてくれるということですね。で、これはですね、豆情報なんですけれども、ミックスボイスを開発するにあたって、最も有効なものは何でしょうって言った時に、まあ、これはストロー発声というんですけどね、まあ、それを推奨しているアメリカのですね、ティッツェという学者がいるんですけども、僕がこのアメリカの学会で直接お話を聞いたところですね、ストロー発声が最も効果的であったというふうに言っていましたので、僕もそうだと思います。おぉ、豆情報すぎる。これはですね、まあ、どちらかというと医学のフィールドで用いられているんだけれども、実はミックスボイスの開発にとって、有効であるということも言えるわけです。売り切れちゃいますよ、明日から。まあ、さっきもね、言った通り、まず、ストロー準備するところから始めないといけないんですけれども、ストローにもいろいろな種類があります。ありますね。この太さですよね。太いものもあるし、細いものもあるじゃないですか。で、これもですね、まあいろいろな研究があるんですけども、もう基本的にはこの細いものがいいと思ってください。ああ、そうですか。まあここに関してのまた話をするとね、まあ論文ベースで話したことはいっぱいあるんですけど。なるほど。まあ長くなっちゃうね。そう。まあこれね、ちょっと2016年のね、アメリカの研究とかでちょっといろいろ面白い論文が出てるんですけど、まあちょっとそういうのをね、話したら、みんなね、早く実践しろっていう声も聞こえてくる。そうなんですよね。はい。またそういう。また別の機会に。別の機会にしましょうね。ただまあこのぐらいの大きさでいいだろうというふうに思います。はい。で、まあ、なので、ストローまず用意しますよ。はい。じゃあですね、いよいよですね、実践に入っていきたいなと思うんですけど、やったぜ。まあ、その前にね、もう一度目的だけはしっかり確認しておきますよ。そうですね。はい。で、目的っていうのは、ストローの達人になりたいわけじゃないですよね。そうなんですよ。そこは大事だから。リップと一緒。そう。唇ブルブルさせるのが目的じゃない。目的じゃないのと一緒で、ストローを加えた達人になりたいわけじゃないですよ、皆さん。なりたくない。そう。むしろ。そう。そこなんですよ。そこまである。そこが大事。はい。そうですね。何かを鍛えるためですよ。それ何か、はい、一緒に行きますか、じゃあ。お願いします。せーの。声帯なんですよ。声帯なんですよ。これは打ち合わせしました。そう。だから、そこのフォーカスを忘れちゃいけないってことですね。はい、間違いないです、ね。あくまで声帯を鍛えていく必要がある。要するに、声帯を使って、いい声を出していく。まあ、最初にね、ご説明したような、いい倍音を作っていくためのトレーニング方法なんだっていうところですね。はい、はい。で、じゃあ、いよいよ、まあ、準備なんですけれども、まず、簡単に、はい、口で、唇でね、加えましょう、こうやってね。唇で加える。まあ、甘がみというかね。うん。唇と唇、上唇と下唇で、うん、浅いっすね、なんかすごく。うん、浅くていいです。歯まで行かないってことですかね。歯まで行ってもいいし、行かなくてもいいんですけど、まあ、あんまり歯まで行って、こう、歯でガッチッとこう、噛む感覚は良くないんで。ホールドはしない。そう。すなわち、脱力が大事なんで。出た。うん。そういうことですね。力を抜きますよね。はい、もちろん、首や肩に余裕な力もダメだし、はい、顎もダメだし、その口の合いもダメなわけですよね。ぐよぐよにしました。軽くこう。加えていただいて、でこの状態で、まあ、あの前回のリップと一緒なんですけれども、う母音のうを利用してね発声していきましょう。はい、そして、まあ大切なのがこの声帯を使っていくということなので、そうですね。そう、さっきの、さっきというかね、はい、あの前回ご説明したようなリップ、そうリップの唇ブルブル運動でね、はい、息いっぱい使ってプーンになっても、いけないの。ストローを吹いちゃダメですよ。ああ、吹き矢にやっちゃダメ。そう。これ、吹き矢にする人多いんですよ。なんか狙ってんのかなっつってね。ふーって。これ、吹くためのものじゃないんで。そういうことですね。発生するためのものなんで。なるほど。これでもね、意識の問題で、どうしても吹く人いるんですよ。ここら辺がね、こう、医学の現場でも、あの、こう、言語聴覚さんがね、理解するんですけど、こう、間違ってしまうのは、この、ストローを使えば必ずいい発生になるわけじゃない。なるほど、魔法のステッキじゃないんですよ、これ。そうなんですよ。これはあくまで僕らが使いこなさなきゃいけない道具なので、そうなんです、ね、ここで一番大切なのは、はい、吹いてはいけないです。いけない。いいですか、はい、まずこれ大事ですね。はい、で、この時にね、ストロー発声、ね、はい、で、確認すべき一つ重要なことがあるんで、はい、それを言っておきましょう。お願いします。それは、ストローを加えて発声をするわけなんですけれども、はい、加えたこの唇でですね、はい、振動を感じてほしいんですよ。なるほど。音の響きを感じ取れるかどうか。ほう。要するに、ブーっていうですね、このフィードバックがあるんですよ、振動で。それがあった時にいい発声であるという、このフィードバックが得られるから。使えてる。そう、感覚が得られるので。一個の証拠だ。そう。はい。声帯がしっかり使っていい声が出ている時には、当然ね、まず耳ではね、いい倍音が出てるなっていうのを分かってほしいんだけど、はい、まずみんな分かりにくいから、はい、その倍音を一つもう一個いい感覚としては、その、唇でね、いい振動をこう捉えていくっていう、ね。なるほど。これが、まあ、一つね、重要なチェック事項だという、ね。わかりやすい。で、じゃあ実践というかね、はい、本編に行きましょうか。行きましょう。お願いします。あくまでこれはですね、はい、ミックスボイスをね、みんな作りたいっていう人が、おそらくね、多く見てくださると思うので、はい、土台の土台であるところですね。はい、男性なら、この、はい、まあ、G の3だとか。G の3。そう。女性なら、この、B
リード3、シーム4だとかね、はい、ここら辺を使って発声をスタートしていくといいと思います、はい、じゃあまずね、男性のこの G の3でやっていきましょうか。はい、先ほどね、チェック事項を確認していただいた上で、はい、こういう形で、こういう感じで、ね、でね、女性だったら、はい、まあ、C の4からスタートするとしてね、はい、こういう感じですね。何も変わらなかった。そう、要するにその方向はちょうどいい声帯の補助輪になって、そして話した後も、ちょうどいいですね、声帯の振動を維持してくれたわけですよ、ね、なるほどなるほど。こういう形で使っていくということですね。補助輪が外れてもまっすぐ走れたんですね。そういうことなんですよ。なるほどな、うん、で、はい、やり方としては、はい、こっから2通りですよね。もう出た、これ前回の動画ご覧になっていただいた方もしかしたら分かると思うんですけどね。覚えてる覚えてると思うんですけど。まあ、復習をしながらちょっとね、やってもらいたいんですけれども、はい、まず、はい、G の3の方だったら、はい、こっから、この、シャープしてね、半音上がってみるんですよ、ね。半音だ。そして、半音で、はい、って、できれば、次の半音が待ってるわけですよね。A の3。そういうことですね。はい、って、で、徐々に上がっていくわけですよね。で、必ずどこかで、打ち破れるので、そこで戻ってくる勇気ですね。そういうことです。そこで留まってやると変な癖がつく。同じステータスでそのボスは倒せないよって。そういうこと。自分が、はい、できたところから戻って立ち返って、で、進んでいくと。ということが一つ。ということですね。なるほど。では一個。そう。それと、はい、もう一個ね、あったと思うんですけれども、はい、音程にグラデーションつけていくということです。はい。なんで G の3スタートだったら、行きましたね。って言ってね、まあこのすごい行ってこいっていうかね、そういうことですね。行ってこいで帰ってくる。で行くときに注意しないといけないのは、すぐ行ってすぐ帰ってくる。そういうことですね。危険地帯だから。そうそう。まあ試しに女性の方のこのシーンのスタートで行くと、はい、っていう感じでね、あのスタート地点から上がって下がってっていうのをこう繰り返しね、そういうことですね。いいと思います。はい、ということで、じゃあ、ちょっと最後にまとめてみると、はい、まずじゃあ、このストローを準備してくださいってことですね。そうですね。まあ、ストローは基本的に一般的なものでいいですよね。はいはい。で、まあ、僕らの、医療施設ではですね、はい、あえて太いストローを使ったり、タピオカで飲むようなね、うん、ストローを使う施設もあるんですけれども、はい、ただ、今回のミックスボイスっていう、習得の目的のためには、なるべく細いものがいいでしょう。なるほど。で、長さはこだわらなくていいんで、はい、ご家庭だとね、こう半分に切って、はい、僕もレッスンでは半分に切って使ったりします。ああ、はい、はいはい。なので、そういった付け方をしてもいいでしょう。なるほど、なるほど。あ、そうなんですね。うん、で、準備しましたと。はい、で、これを、まあ、柔らかく、まあ、浅く加えて。それまず加えますよね、1個目ね。うん。で、まあ、力は前回と抜きましょうですね。あ、では、まあ、うですね。うの母音で、うの母音でやってもらう。あくまでストローを吹くんじゃなくて、吹き矢じゃないんだから。そういうことですよ。そういうことですね。吹き矢じゃないよと。うの発声が見えるんだから。発声を。で、その時の指標としては、ここで感じる、まあ、振動が、ここの唇の先で感じる。そうそう、振動が見やすいになるよということですね。ということですよね。うん、で、まあ、これもリップの時と同じだけど、まあ、G の3、男性だったら、女性だったら B4、あ、B3 かな。B3 とか C の4とか、ね、スタートして。スタートして、まあ、レベル上げを追加されるっていう。そういうことです。ことですよね。そういうこと。で、まあ、ゆくゆくは箇所に応用していくっていう。うん、まあ、それは流れですよね。まあ、だけどね、これだけじゃないんで。そういう箇所に関して言うとね。いっぱいありますね。もうこれで、ダメだったからといって諦めないことね。出た、うん。そのパターン。で、どうしてもね、吹く人いるんですよ、これ。そういう人にはね、僕、伝わらないです。あ、まあ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 。なので、例えばね、僕のレッスンを受けてる人もね、はい、見てくださってると思うんですけれども、はい、例えばリップだとかストローだとかって、はい、あれ私、僕それやってないって言うと思うんですよ、ね。うんうん、はいはいはい。そうですよね。そう。そこはやっぱ適性を見定めてやるので。そうなんですよね。そうなんですよね。まあ、だけどね、やっぱりこういうふうに、ちょっとオンライン。のね、うん、レッスンを今ちょっとやってないし、そうですね、まあ、こういったところはぜひね、参考にして、もらって全然いいしね。まあ、あと何回も言いますけど、これはボイストレーナーの方はね、ぜひね、こういったところを勉強してもらって、ご自身のね、ご指導に活かせるんじゃないかなと思う。素晴らしいですね。うん、盗んでください。ああ、もうぜひぜひですよね。いや、もう本当に今回の動画も非常に有益になったんじゃないかなと思いますので、はい、参考になったという方はぜひ高評価、あと、チャンネル登録まだお済みでない方は、李先生もチャンネルやられてたりしますもんね。そうね。今ね、はい、最近始めたんで、ね、はい、先生も、はい。と、あと僕のチャンネル登録しない方はぜひ、よろしくお願いします。僕らツイッターもやってますんでね、フォローされてない方はそちらもぜひチェックよろしくお願いします。まあ、ということでね、はい、また次回お会いいたしましょう。はい。はい、ありがとうございました。バイバイ。いい。